い。もう一回出ちゃった。いっぱい毛が取れた。まあおじさん映ってるよきっと。本当？やばいやばい。あら。はい。ちょっと待って。シャミしたからちょっと張ってみる。シュシュした。はいはい。じゃあくん、じゃあくんもうちょっとすよ。じゃあかいね。じゃあくんもうちょっとブラシ。耳しか向いてない。はいね。じゃあくんもうちょっとしようって。じゃあくん、あれめっちゃ考えてる。じゃあくん、よいしょよいしょ、ちょっと一旦よいしょ。あの、はいね。どっちもやる。こっちは移動しちゃうのね。ポンちゃんが見つめる先にはおこたになっているキャットハウス。この中に今ジャン君入りました。入りました。すごい、久しぶりだ、ね、すごい久しぶりです。何でしょう。はい、もう出た。ジャン君出た。え、嘘。なんか今日はちょっと寒いね。このところちょっとあったかい方が嘘だったんだね。だって11月末ですもんね。このドーム型のやつ、帰ると入ってくれると可愛いと思うんですが、どうも入らないので、このね、ポンちゃんがよくふみふみをするこのベッドか、この毛布ね、これを中に入れてみようかなと思います。今のところ新しいので、自分の匂いがするものが入っていると
入ってくれんじゃないかな。後でやってみます。うん、はい。ポンちゃん。何泣いてるの？はい。ポンちゃんがこのベッドから移動しましたので、ここのやつをですね、ポンちゃん臭のあるポンちゃん臭だものを、これを入れとけばいいかな。それともベッドごと入れる？いや、ベッドごとはちょっと。はい。ポンちゃん、これ入れたら入ってくれる？自分の匂いだからいい感じです。あとここもさ、もっと暗くした方がいいかな。ここまでやれるやつのなんか長いのが見当たらへんねん。そうか。あ、これ自身を。それね、そんな長くないよ。あ、そうか。うん。一緒か。キャン君がちょっと逃げた。同じぐらいの大きさです。はい。ちょっとした暗がりはできました。ポンちゃんよろしく。面白い絵が撮れるんだよ、ここに来ると。こういう風にね、またね。でもそこさ、うん、あんまり暗くしちゃうと絵が撮れなくない？入るようになったら開けといていいんじゃない？まあこんな感じ、こんな感じに見えると思うんだよ。さあ、じゃあジャン君、はいはい、挟まりに来ましたね。はいはいはい、あれいいんですか、ジャン君、大暴れですか、どうした？こっち来ないで、ジャン君。今、机の上が、よいしょ、いったぞ。ジャン君。机の上が。そんなとこから飛び降りないでね。ポンちゃんの様子見ながら、なんか興奮してます。ポンちゃんは机の、机じゃない、テレビの前だよ。ほら、はい、うん、どうしたどうした、ハードロックで光っちゃってた、うん、はい、入りました。というのも、生配信中にマオイママさんが抱っこしてこの中に入れたら居つきました。スルッと入りました。はい、あ、ない。こんな感じね。寝てます。ドームの外からこうやって見られると可愛いねと思っているんですけれども、自分が映っちゃうということを分かりました。ジャン君が何って顔してるの。ジャン君は、ジャン君がね、ジャン君はここで寝ております。ジャン君かわいい。ジャン君はなんかそのふかふか毛布がなくなったら急になんか乗って寝たよ。そう、うん、ふかふかすぎたのかな。僕もここで寝たかったんだっていうことだよね。そうだね、寒いので毛布をかけました。はい、いい風景です。